4月25日、福岡市博多区中の旧青果市場跡地にららぽーと福岡がオープンした。敷地面積約8万6600平方メートル、店舗面積7万3100平方メートル、駐車台数3050台、九州初出店57店を含む全222店が出店。西鉄ストアが手掛けるスーパーマーケット、レガネットデイリーエンターテインメントスクエア。店内に本物のバスが陳列棚として利用され、運転席で試乗もできる。目玉の子ども向けの職業社会体験施設キッザニアのオープンは7月31日以降、集客にドライブがかかるだろう。九州初出店は57店を含む全222店が出店。三菱系のアウトレットとは異なり、屋内型で比較的若年ファミリー向け店舗が多い印象。ファン待望のジャンプショップも初出店。ワンピースや僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦など週刊少年ジャンプに連載中の人気作品をはじめとした原作イラストグッズが満載の集英社オフィシャルショップ。ミーファフットボールパーク福岡屋上5階、フットサルコート3面またはジュニアサイズ 40m×60m のサッカーコート1面として利用可能。
眼前には分譲マンションブライトクロス博多が建築中。総戸数183戸、施主は西日本鉄道と大和ハウス工業。5月から最終分譲開始。郊外型商業施設開発に合わせ近隣の地価も上がり、にぎわいを増す。三井のリーシング、運営ノウハウ、九電、西鉄の地域公共性、それに税収増を見込む自治体、そして顧客の相互メリット、まさに四方よしだ。かつてダイエーは不動産担保評価アップに伴う調達資金で連続出店を可能とした。前提は上昇する土地神話と既存店売上高アップ。破綻の要因を中内功氏は語る。消費者が見えなくなった。移ろいやすい消費者の変化に慢心すべきではない。一代で日本一の小売店を築いた中内氏の遺訓である。体験型の店舗も多く、地域の集いの場として定着すれば町のインフラになるだろう。九州初出店店舗、ファッション8、B カスタネ、ベイクルーズストア、クローブ、グッドディール、シップスケニー、ザパークベイブルック、ザワードローブニューヨーカー、ノーリーズ&グッドマン、雑貨11、B デザインプラスホーム、クロークルームバイポーター、エブリデイホームストア、グリーンサミット、ハリオランプワークファクトリー、ジャーナルスタンダードヤッホーストア、ナルシス、スマプラ、ツビリング、東証カマ、日産サービス12、ガンダムサイド F、 ラブストフォトスタジオ、ミーファフットボールパーク福岡、 VS パークウィズ G、 キッザニア福岡、シェア畑、聖波英語学院、聖波ダンスアカデミーハニーズ、中島薬局、博多野田県眼科、美容室イレブンカット、福岡おもちゃ美術館、保険安心パーク、スーパー食品11、福太郎食卓が楽しくなるマーケット351、お菓子箱、ザ・ブルーマスターストアハウス、リンゴとバター、パンパティ、レガネットデイリーエンターテインメントスクエア、菓子タイとアン、くばら本家、ジョスイアンのおふく大福、焼き鳥の八兵衛、レストラン6、ピッツァ&パスタ気圧アナオ、とんかつ知性、イエモンカフェ、オリジナルパンケーキハウスソーデュフア、幸せの焼肉食べ放題上村牧場、大連餃子吉ダリアン、フードコート8、ゴディバデザート、どんぶりや福神玉、米の上で肉踊るうまい米と焼肉十三つ星、新事故しじみ中華そば琥珀、鳥山劇場、日本橋天丼金子半之助、洋食屋三代目大名犬、その他1。最後までご視聴ありがとうございました。制作著作、九州プリンシプルテレビ LLC。